ように。いつかは絶対に離れなくちゃいけない時が来て、今がきっとその時なんですよね。少しだけでもいい、大事な人と離れ離れになるあの辛さを和らげられるように。よし、最後までかけたけど、なんだろう、違う気がする。この言葉じゃ足りない、そんな気がする。もう一度最初から書いてみよう。今のは良かったわね。息も合っていたし、勢いもあったわ。うん、バッチリだね。ありがとうございます。ニクも、イチカの代わりありがとう。どういたしまして。ところで。これも違う。イチカ、新曲の歌詞作り、ずいぶん悩んでるね。練習時間も歌詞作りに冴えてるくらいだしな。次のライブもうすぐなんだっけ。うん、そうなんだけど、なかなかできないみたいなの。今すごく悲しんでる二人にこの言葉は届かない気がするって。どうすればいいんだろう。何かアドバイスできたらいいんだけど。会えなくなることを悲しんでる二人に今の言葉は届かない気がする。なるほどね。ならこの問題は案外簡単に解決できるかもしれないわ。え？本当？ムカネ天才じゃん。わ、急に外で大声出すのよな。それでムカ、どうすればいいの。ふふ。それは、悩んでいるイチカに話さないとね。ダメだ、これも、違う。お疲れ様、イチカ。イチカちゃん、大丈夫？あ、うん、ありがとう。みんな、練習は？今、休憩に入ったのよ。それより、歌詞作りうまくいっていないみたいね。うん、ごめん。何度も書き直してるんだけど、どうしても届く気がしないんだ。本当に悲しい時って、どんな言葉も、なかなか耳に入らなかったなって思い出して。悲しい、ね。ねえ、イチカ、一つ聞かせてちょうだい。イチカはすごく悲しかった時、どんなことに心を支えられたかしら。え、心を？ええ、思い出してみて。さっきやそなみや仕事、うまく話せなかった頃のことを。私たちと話せなかった頃？あの頃は…私は…よく、ミクの歌を聴いてたな。ふふ、前にもそう言ってたね。あ、じゃあその時聴いてた曲にヒントがあるとか？
聴いてた曲はたくさんあるけど、でもジャンルも詩の雰囲気もバラバラだったし、それに似せればいいのかっていうと、じゃあ曲を聴きながら市川はどんなことを考えていたの？どんなことを？ミクは自由でいいなっていうことと、あとはこの曲は可愛い感じだからサキが気に入りそうだなとか、花見はこういうキラキラした音が好きだから吹奏楽部でウィンドチャイムを任された時喜んでたなとか、あとはこれはベースが目立つ曲だから志保が弾いたらかっこいいだろうけど、一緒にやったらまたすごい特訓になるんだろうなとか、そういうことを考えてた気がする。ふふ、やっぱりみんなのことを考えていたのね。あ、うん。じゃあさきはどんなことに心を刺されられた？え、私ですか？私もみんなのことを考えてたな。みんなのことを思い出すと会えなくて悲しかったけど、でもみんなとの楽しい思い出があるから早く会えるように頑張ろうって思えたんだよね。私たちとの思い出。あ、何か分かったの、イッチ？うん、多分。何何？今ので何が分かったの？今サキが言ってたけど、大事なのは楽しかった時の思い出なんだと思う。思い出？うん、みんなと出会えたからできた楽しい幸せな思い出、それが私の心の中にずっと残ってて、ミクの歌を聴くといつも思い出せたんだ。すれ違ってた時は確かに辛かったけど、でも幸せな思い出があったから私はずっともう一度みんなでって思えてた気がする。いちかちゃん、幸せな思い出か。そうだね、楽しかったからこそ苦しかったけど、それがあったから諦められなかった気がする。私は思い出しても何もできなかったな。もう戻れないんだって思うと辛いばっかりで、みんなとの思い出を大事にできてなかった気がする。ほなみ、そんなことないんじゃない？ほなみだってみんなとの思い出がすごく幸せだったから、もう一度みんなとバンドをやろうって思えたんじゃないかな。メイコさん、そっか、みんなもそうだったんだね。大切な人との別れはどうしたって辛い。でも一緒にいられたからできた幸せな思い出はきっと心を支えてくれる。そしていつか未来につながるんだ。私たちがまた一緒になれたみたいに。今なら作れそうな気がする。ごめん、私先に帰るね。部屋で集中して書きたいから。あ、いちかちゃん！帰るならスマホを使わなきゃいけないのに走って行っちゃった。あ、
廊下で気づいて押したみたい。なんだか昔の一家っぽいな。あの感じが昔の一家なの？はい、小学校の時とか教室にダダダダって駆け込んできて。ミクの歌ってるこの曲、みんなでやろう。って言い出してミクの歌を急に流し出したんだよね。懐かしいな。そうだったんだ。いちかはそんなに昔から私と出会ってくれてたんだね。いちかちゃんが頑張ってくれてるなら私たちもすぐ曲を作れるように用意しておきたいね。だね。今からいっぱいアイデア出しておこう。